皆さんどうもこんにちは、ナマです。さて今回も引き続いてターン A ガンダムの第17話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。ターン A ガンダムの第17話です。ドーン、建国のダストブロー。前回さ15話よ、ターン A ガンダムもガンダムやねんなって思い知りました。15話であなたとの間に命がある形をこの星に捧げる愛という印で、15話を見ちゃった後のこのオープニングの歌詞がさ深すぎてさ、この歌詞もしかしてディアナ様とウィルに向けて作ってますって感じ。ディアナ様大丈夫かな、メンタルやられてないかな。そのルジャーナなんとかに見つかったらどうなるんです。そりゃ捕まって殺されるでしょ、あなたたち敵だから。前回さ確かムーンレースの人をこっちに呼び込もうみたいな話をミリシャでしてたんよね。その人がついに現れたんか。あーびっくりした、雷に打たれても平気なんだこいつ。ルラも雷ビビってた、かわいいな。落雷にあっても無事なホワイトドール、何で作られてんねやろな。ここは攻めに転じましょう。リリなんかはっみたいななってた。見せてください。なら私を捕まえてちょうだい。いたずらな方ですね。ほらここ。あれリリ様もしかしてクエン様好き？おたわむれを。何をおっしゃる、子供の頃のお返しですわ。おたわむれですわね。おほほほほほ。好きだわクエン様のことが、リリ様きっと。どうしたん、なんかボロボロじゃない？大丈夫？ディアナカウンター。ワットサイドレッド呼んでこ。ディアナカウンターの人たちもしかしてさ、地球の自然災害初めてなんか？大変やな、ディアナカウンターさんたち。地球でのダストブローの時の雷はこのようなものです。地球の気象は月の人工的なもの以上の破壊力がありますが、これは大したものではありません。ああ、さすがキエルさん。地球のことよくわかってるからね。テントはモビルスーツに押さえさせなさい。おい、アーチを支えてろ。竜巻？キエル様が言ってくれた方が助かるな。地球の方が詳しいのはキエルさんやん。いい指示ができるんじゃない？いやだ、そんなの。この嵐は地球人が呪いで起こした嵐なんだ。月の民が台風で怯えてる。私が出向いて言い聞かせましょう。キエルさんしっかりしてる。地球人が呪いで嵐を起こすことなどありえないと教えるのです。かっこいい。竜巻はあと一息で行ってしまいます。しかし外に出るのは、迷信は解き放つ必要があります。迷信は解き放つ必要がありますよって、自ら出向いて。ホワイトドールが箸になるって言ってたよな、予告で。確かに箸になってますわ。なんか雷とかで箸が崩れちゃったんかな。私のボルジャーノンと力比べをして君が勝ったらこの場を立ち去ろう。ボルジャーノンと力比べ、絶対ホワイトドール勝つと思うけど。まったく話のわからないお方だ。力比べといきますか。力比べっていうよりなんかもう対決みたいな感じじゃない。想像しいと思ったらヒゲのやつが決闘か。ヤコップとブルーの面白いやん、見せ物やな完全に。そういえばコレンどこ行った、まだ出てこやんねんな。コレン、これ負けたら捕まっちゃうんですか。大丈夫だったら。やっぱさこのさターン A ガンダムがちょっとさ優しいアニメっぽく感じるのは BGM の影響も大きいと思う。シリアスっぽい BGM じゃないからさ、軽い気持ちで見れる。ドラッグだ、泥棒だ。ヤコップとブルーノが盗んだ、お肉欲しいって言ってたもんな。スエサイド部隊は民間人をいじめる部隊なんですか。リリー・ボルジャーノ様、なんでこんなところに。リリー様が出てきた。ナイスタイミングやな。そんな仕事を私にまで押し付けられてるんですよ。そうでなければグエン様のお供ができたのにさ。やっぱリリー様グエン様のこと好きなんだね。いいえ、何としてでもディアナ・ソレルでなくてはいけません。彼女に会うべきです。ん、しばらくお会いしない間にキエルさんは変わりましたね。今までさ結構キエルさんさグエン様の言いなりになってたって言い方悪いけど、すごい意見を尊重してたからさ。今はディアナ・ソレルやからね。怒りはしません、叱りませんから、荷物だけは返してください。優しいなやっぱりロラン、荷物だけは返してください。ごめんよ、ちょっと通してほしいんだ。動物にも優しい、ちょっと通してほしいんだって言って。ダメだ、みんなを脅かしたり木を倒してまで追いかけるわけにはいかない。優しすぎるロラン。
ディズニーのプリンセスみたいな感じがする。飯なら食わしてやるよ。え、なーや、テテス姉さん、姉さんだよね。ブルーのかい。ここでテテスが出てくんの。ディアナ様を暗殺する。そうさ、ディアナ様を暗殺する。確かに最初からディアナ様を殺そうとしてたテテス。そしたらね、3人で一緒に地球で静かに暮らさないかい。楽しい暮らしがしたいんだよ私。ずっとこうして生きてきてんやろうなテテスさんは。こうやってこうやって。あいつら手に何を乗せてるんだ。テテスさん、あのテテスハレさんがあいつらに捕まってるんだ。あ、そういう解釈するんだ。テテスさんが捕まってるっていう解釈、これは助けに行かなってなるな。ハリー注意、ディアナ様を上振りしろ。言われるまでもありません。私がディアナ様をソレイユにお送りする。すごい安心感があるわ。ハリーがさ、ディアナ様の、いや、キエル様のことを絶対守ってくれるっていう信頼感がある。クエン閣下、ロランと親衛隊を戦わせてはなりません。そりゃそうですが、どうやって止めます。戦場で私たちの姿を見せればいいのです。戦場で私たちの姿を見せる。そっか、確かにキエルの姿があったらロランは戦わん。テテス姉さん、ディアナがいたぜ。そのモビルスーツ。ハリーがいたらほんまに守ってくれるわ。親衛隊の方、ご婦人の前で戦いますか。それを攻撃するんじゃないのか。僕がそんなことするわけないじゃないですか。素晴らしい、いいセリフ、ロラン。ああ、よかった、戦いが止まった。一瞬期待したんだけどね、やっぱり自分でやらなきゃダメかね。テテス、ちょっとあれやな、不安要素やな。今後の物語の中で嫌やわ。テテスさんがさらわれたと思って追いかけてきたのに。さらわれたんだよ。だけどあんたにやられたら、あいつらとっとと逃げていってしまって。置いてけぼりさん。テテス、うまいね。お、テテスさん、どちらへ、どちらへいらっしゃったんです。テテス消えた。マジで謎の女やわ。大丈夫か、この嵐の中。まあ多分生き延びるでしょうね、テテスやったら。今回も面白かった。今回のビップはハリー。私の中でな、ハリーがさ、親衛隊隊長としてね、女王様を守るっていう使命に駆られる姿を見てね、すごいもうハリーってなるんよ。ハリーかっこいいってなる。あとテテスな、テテスがこの物語に出てきたことによって、なんか危うい雰囲気を醸し出してきましたよ。何が一番怖いってさ、テテスがさ、コレンとかにさ、コレン、あんたはいい男だよ、あんたならディアナを倒せるよ、ディアナはね、あんたのことをもう不要だって言ってたよ、とか言ってさ、そそのかしたりしやんかな。それでさ、コレンがさ、ディアナ様を殺す展開とかさ、考えすぎか。まあでもハリーが守ってくれるから大丈夫。18話、キエルとディアナ。めっちゃテンション上がってる。今回も楽しみですよ。今回はね、キエルとディアナ様が入れ替わってるっていうことに気づくんですよね、ロランが。じゃああれか、キエルとディアナが入れ替わるっていうストーリーはこれで終わっちゃうんか。ちょっとなんか寂しいね。もうちょっと入れ替わってストーリーを楽しんでてもいいちゃうかなっていう思いがあったけど、まあ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 、いつまでもな、入れ替えたままやったらな、地球と月の人々のとのな、バチバチもね、あることですしね。そしてさ、前回の予告でローラが出てきてたんですよ。ということは、今回の建国宣言でローラが出てくると思うんですよね。そしてね、私が楽しみなのはローラとハリーの絡み。またなんかさ、ローラがハリーとバチバチな感じで語り合うんちゃうかなと思って楽しみにしております。ロラン、起きてくださらない？もしかしてバラすんかな、正体ロランにだけ。おかしいとは感じていたんですよ、ずっと。ディアナさん言った？ロランに自分のこと。頭抱えてるロラン。あんなに尊敬し憧れているディアナ様と消えるお嬢様を、僕はずっと見分けることができなかったなんて。あ、自分を責めてんの？見分けることができなかったから責めてんねんや、自分を。ロランスヤック、力を貸しておくれ。僕に力あるんでしょうか？力あるよ、ロラン。ずっと守ってきたやないか、キエル様と思い込んでいたディアナ様のことを。すまねえ姉さん、兵隊さんとは話がついたんだ。姉さんも来てくれよ。よろしく。なんか裏がありそうですね。兵隊さんやったしな。ほんで待て、テテスさんも出てきたもんな。これはちょっと一悶着ある。不時着したところでこういう式典をやること自体
ディアナカウンターに何かあったのではないでしょうか。キエルさん綺麗な髪型ですね。キエル様のパーティーの格好好きやわ。あ、ローラローラ可愛いね。自分の両親は共に地球で暮らすことを夢見て冷凍睡眠に入りました。しかし低層階級であったために簡易冬眠しかできず、父は死にました。今の一瞬でなんか結構月の闇を見た気がする。ハリー結構重たいセリフやったで。今の月の事情をもっと知りたい。ご婦人の身体検査を男がやるのか。人手不足なんでして。グエン・ラインフォードの連れ合いだぞ。こういうちゃんと細かいところも見せてくれんねんなこれで人は吹かせてやれるぞ宇宙人め。出たね。もうまたこういうパターンですか。なんでパーティーの時もさ、建国式の時もこういうさ嫌なことするんですかいな。なんだお前たち、それ以上覗くな貴様。あ、ご苦労様です。このようにしなければ皆さんの日常の働きぶりを見せていただけませんから。あ、入った、よかった、ディアナ様が入った。ディアナ様はなんとか自分のところに入り込めたね。無理です、エレベーターを使いましょう。ソレイユにもしかして階段で登っていってんの。見てろって。あららららららら、始まりましたわ。やっぱ燃やすんアルコール。やだ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 。来たぞ、異性者を退避。撃つの？もうやだ、本当にやだ。敵襲！バリア！はあ、しっかりしてください。この女やばいぞ。手です。ちょっとやばくない今。おけがは？大丈夫です。ローラとキエルさんがなんでここに。ディアナ様に建国宣言の真意を伺いに。注意、上がります。なりません、上がるな。どうして。やばい、混沌としてる現場が。私も話についていくのに必死やった。敵から攻撃があって、テデスが侵入してディアナ様を殺そうとして、ハリーが出てきて、おとりのフォルジャノンに引っかかった。うわ、めちゃくちゃ撃つやん、やばいって。やばい。やば、テテスやば。私はムーンレイスとしての名誉を手に入れるためにこの仕事をするんだ。あんたに恨みはない。え、避けた。キエル様すごくない。そんなキエル様てか、ハリーは、ハリーは、ハリー、やられた。お怪我は？なんともありません。ていうか、キエルさんすごいな。ディアナ様がいらっしゃってる。ディアナ様いらっしゃってる。二人なんとか会えへんもんかね。月と地球の友好のためです。本当に？もちろんです。なら、ヨシナに。ハリー。はい。お二人はグエン閣下のところへお戻しして。エレベーターは？このデッキから使います。今のヨシナの身で、ハリーちょっと気づいた？全ての命を分かち合う全ての人々よ、武器を大地に置いて私の言葉を聞いてください。建国宣言を行うんや。大丈夫キエル？私はここでムーンレイスのための国家をサンベルト一帯に宣言することはやめて、再度交渉を再開されますことをアメリア大陸の人々にお願い申し上げます。建国宣言というか、もう一回話し合うことを望んだんや。ディアナ・ソレル。何もおっしゃるな。ミリシャの増長を招きます。志の高さで守ってみせよ。理想論だけでは軍は抑えられませんぞキエルハイム。え、キエルハイム、ハリーは知ってたん？あんな機械人形、偉い人の命令がなければ飾りにしても邪魔よね。リリ様。そうよね、建国宣言なんてやれるもんならやってごらんなさいって言いたいわね。そうそう。ちょっと待って、どうしよう、どうしようっていうかさ、私もキエルさんを支持したい。あのスピーチはめっちゃいいものやと思うけどさ、それに対して周りの人たちの反応がさ、あまりにもひどすぎてさ、え、これ多分一生仲良くなれる日来やんのちゃう？地球とムーンレイスは。でもなんかさ、今パッて思ったのが、多分さ、キエル様はさ、ディアナ様としてムーンレイスを束ねるものとして生きていくつもりなんかな。そういうのやろ、気合が入った感じの言い方やった今。
一番最後の言い方、私は女王だって言って、これからどうなっていくんやろ、嫌な風にはなっていってほしくない。ターン A ガンダムの第18話でした。いいこともあってんけど、悪いことの方が大きかったかも。はあ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。